際みんな間違えるからガチで最後まで見てほしい。これミスポイントとしては3つあって、1つ目はあ、分も払おうと思って24とかをかけてしまうねんな。そういうことしていいのは方程式の時、つまりイコールがある時だけなんよ。で、今回みたいな問題っていうのは普通の計算問題やから、通分をして計算しないとあかん。で、こういう風に通分できんねんけど、2つ目のミスポイントとしては、これを計算する時にこういう風にしてしまうねんな。どこがミスかわかる？そう、これに関してはここやねんけど、分母の前にマイナスがあるっていうことは、この2つにマイナスが両方かからなあかんから、こいつはプラスになんねんな。ということで計算するとこういう風になりますと。それでこれ見た時に24と4で約分できるわ、こうっていう風にするのがミスポイント3つ目。普通の約分っていうのは、分母分子全部のこうでできないとあかんみたいなイメージ持ってるところで言って、つまり今回やったら 5x と -4y と24全部で区分できないとあかんっていうこと。だから今回出た計算結果っていうのは約分できず、答えはこれのままっていう。バカにするコメントが多いかもしれへんけど、そういう人の方がミスするのかなって思うから、今回の動画のようなミスポイントっていうのを意識しながら計算してみてください。ありがーたんちん。